リッチー・マコーはニュージーランド出身の元ラグビー選手。ポジションはフランカーナンバー8。ワールドラグビー年間最優秀選手賞3回。キャップ数148はラグビーユニオン史上最多。ノースオタゴ地方をお余る生まれ。実家は農家。7歳からラグビーを始め、名門オタゴボーイズハイスクールへ進学。ラグビー小学生として、 リンカーン大学へ進学し農学を専攻。リンカーン大学ラグビーチームへ入団し、U-19、U-21 ラグビーニュージーランド代表に選出される。19歳で NPC カンタベリー州代表に選出され、20歳でスーパー14の名門クルセイダーズへ入団。同年ラグビーニュージーランド代表に選出され、ダニーデンで行われた。 タイアイルランド戦でデビュー。デビュー戦で最優秀選手に選ばれる。2004年にオールブラックス初キャプテンを務め、2006年シーズンから正キャプテンを務める。クラブチームでは2005年からクルセーダース正キャプテンを務めている。2006年、2009年、2010年にイブ年間最優秀選手賞を受賞。同一選手による 同賞3度の受賞は2001年の創設以来初。2011年9月24日に行われたラグビーワールドカップ予選プール第3戦フランス戦でニュージーランド代表選手として初となる代表100キャップを記録。キャプテンとしてニュージーランド代表の24年ぶり2回目のラグビーワールドカップ優勝に貢献した。2011ラグビーワールドカップ終了後の 海外移籍が噂されたが、2011年5月にニュージーランドラグビー協会と4年間の契約延長に合意。2010年シーズンの年俸は国内最高クラスの75万ドル、ニュージーランドドル。2011ラグビーワールドカップ終了後、代表チームキャプテンとしての功績を称え、ニュージーランド政府よりナイトの訓意を授与する非公式な打診を受けるも、 現役のラグビー選手であること、年齢的に若すぎることを理由に辞退。2011年12月、在学中のリンカーン大学は名誉博士の学位を授与すると発表。在学生への名誉学位の授与は異例の措置。2015ラグビーワールドカップ5試合でキャプテンを務め、ニュージーランド代表のラグビーワールドカップ史上初となる連覇に貢献。 2015年11月19日に現役生活からの引退を表明。引退後は商用ヘリコプターパイロットに転身した。2015年12月31日、35歳の誕生日にニュージーランド最高の勲章であるニュージーランド勲章を史上最年少で受賞2016年4月にニュージーランド総督より勲章を授与された。祖父は 第二次世界大戦に従軍した元戦闘機パイロット。父、おじと同じく、マコも自家用飛行機免許を取得し自家用グライダーを所有している。おじ夫妻は、グライダー専門誌の編集を行っており、親戚の多くが自家用飛行機免許を取得している、航空一家の出身である。豊富な航空知識と経験を持ち航空イベントに、ゲストとして招かれる機会が多い。 2011年2月にはチャリティ基金の活動としてゲスト乗客を乗せグライダー飛行を行った。ボールのあるところ、魔法ありと称されるほど、攻守すべての局面に現れるオープンサイドフランカー。運動量、状況判断、スキル、すべての能力が高い。ディフェンス能力が非常に高く、瞬時の判断によりトライを決める。 テストマッチ通算成績は27トライ135ポイント。ありがとうございます。